ボリス・アンドレイ・エビチ・ビリキツキーボリス・アンドレイ・エビチ・ビリキツキー1961年3月6日はロシアの探検家、測量士。父はアンドレイポーリトビチ・ビリキツキー。1908年、サンクトペテルブルクの海軍士官学校を卒業。その前、1904年から1905年にかけての日露戦争に従軍している。 1913年から1915年にかけて北極海航路調査のためタイミル・バイガチの二隻による北極探検を主導した。1913年探検隊はセベルナやゼムラ諸島を発見。これは当時の北極探検の中でもロシア随一の業績であった。その他ビリキツキー島やマリータイミル島、その隣のスタロカドムスキー島も発見している。 1914年から1915年には探検隊は、ウラジオストクからアルハンゲリスクへの航路を開拓し、ジョホフ島を発見し、またセベルナやゼムラ諸島の南海岸線を紹介した。1918年、アルハンゲリスクで干渉主義者による財産募集のために起きたことではないが、ソビエト連邦において、初めての海洋探検隊の首脳に任命された。 1920年、イギリスに移住。1923年と1924年には、ソ連の対外貿易機関の要請で、カラカイにおける商業遠征を主導した。その後は、ベルギー領コンゴで、水路測量技師に従事し、ブルッセルにおいて死去した。セベルナやゼムリ発見100周年を記念して、2013年に、ロシアで発行されたロシアにおいて、 多くの地名に彼の名前が残っている。ありがとうございます。